はい、皆さんこんにちは。楽天モバイル評論家の元気なおじいです。さあ、今回はね、人助けのお話になりますね。もう今回のタイトルにあるように、皆さん人助けしませんか、ね、誰でも簡単に決して損する話じゃないんです、ね、本当ね、もう日本はこの間ね、この間か昨日おととい宮崎でね、地震が、南海トラフ、まあ、今ね警戒してるよね本当で、今年は1月の2日から、ね、能登半島大きな地震もありました。本当ね、でまだまだ復興するにはね時間がかかります、ね、でなかなかね時間がかかるというか、場所が場所なだけに現実的に何も進んでいない、ね、そういうのが現状なんです。本当ね、でまだまだ仮設住宅でね過ごしている方 いっぱいいらっしゃいます。本当ね、いろんな支援が必要なんです。本当ね、人は助け合いなんです。本当ね、人という字はね、こうして支え合ってるんですね。みんなから見て人になってるこれね、どっちか分かんないけど、ここだね多分ね、皆さんから見ると人になってるちゃんとね。人は支えがなかったら倒れてしまうんです、ね、そういうもんなんです。そこでね、三木谷氏がお申し込み1件につき1万円を災害人道支援に寄付しますということでね、本当頑張ってくれている。ガザ軍事衝突や能登半島地震など多くの被害が報告されている、ね、で一日も早く平和な暮らしが戻りますよう心に願ってます、ね、お申し込みご契約1件につき1万円を適切な支援団体に寄付いたしますということなんです、ね、なので、本当ね、元気なおじいも乗り換えました、ね、皆さんにもできることなんです。楽天モバイルに乗り換える、ね、メイン回線じゃなくていいんです。サブ回線で乗り換える、これで人道支援ができるんです。災害支援ができるんです。でこのお申し込み1件につき1万円を寄付しますって書いてあるけれども、これは楽天モバイルに入った人が払うお金ではありません。三木谷会長がポケットマネーで出してくれるんです。例えば元気なおじいが1回戦、ね、キャンペーンのページから入ることによって1万円もう寄付できてるんです。5回戦までキャンペーンが適用できるんです。おじいはあと4回戦キャンペーンを適用して入る権利を持ってるんです。あと4万円寄付することができるんです。はい、そういうことでこのお申し込み1件につき1万円を災害人道支援に寄付しますっていうのが、お一人様ご口まで協力することができるんです、ね、皆様の温かい心、ね、赤い血が流れてる温かい心、その心全員お一人様ご口まで協力することができるんです。そこで皆さんはどちらですか？寄付に協力をする、人助けをする、そして三木谷会長からも、ね、このガザ地区とか能登、ね、半島の、ね、皆さんからも感謝される、ね、世間的に感謝される、そしてそのお礼として楽天からポイントもいただける、ね、こちらを選ぶか、それとも協力もしない、ね、自己中で煙たがられて楽天叩くだけ、ね、どちらを選びますか、ね、元気なおじいは、ね、
これはもう人としてね、三木谷会長がこういう寄付のキャンペーンをやってるんだったら参加せねば、元気なおじいは人助けをしたい、そういう気持ちからメイン回線で使っていたソフトバンクで乗り換えました。現在おじいは楽天モバイルメイン回線で使っています。 MNP で楽天モバイルにキャンペーンで乗り換えることにより1万円の寄付ができたんです。元気なおじいのお財布から1万円は出ていってないです。三木谷会長のいっぱい余ってるお金の中から1万円ね、寄付してくれるんです、ね、それに元気なおじいは寄付に協力することをこっちを選びました。人助けをしたいなと思いました。感謝もされてます。でポイントが詳しくから入ります、ね、おじいはこっちを選んでいます、ね、楽天モバイル、ね、ダメなところはダメ、いいところはいいよね、ちゃんとこれねおじいは切り分けてるつもりです。さあ皆さんはどっちですか。それでその支援のためにね楽天乗り換えてお金かかるんじゃないの。いえいえ、今回のキャンペーンはね、キャンペーンのページから申し込むと1万4000ポイントをいただけるんです。で8ヶ月でね、最低やめることができます。8ヶ月間の月額料金1081円、合計金額が8648円、8ヶ月で支払います。ところが7、6、5ヶ月目の時に合計で1万4000ポイントくれます。4000、5000、5000でね、合計1万4000ポイントもらえます。差し引き5352ポイント浮く計算なんです。マイナスにはならないんです。1回線あたり5352ポイント浮く計算なんです。お一人様5回線まで協力することができるんです。で2回線申し込んだ方は1万704ポイントが浮くんです。3回線申し込んだ方は1万6056ポイントが浮くんです。4回線申し込んだ方は2万1408ポイント浮くんです。5回線申し込んだ方は2万6760ポイントが浮くんです。よくね、ポイント狙いだろうとかね、ポイントこじきって言うかもしれないけど、このポイントは嫌でもついてきてしまうんです。人助けをしたい、1万円の寄付をしたい、そういう善意の心がマックス極致になった方も大勢いらっしゃるんです。決してこのポイント目的で、まあ、入ってる方はゼロとは言わないけども、ものすごく少ないと思います。元気なおじいのこのチャンネルを見てね、この三木谷キャンペーンで入ってる方いらっしゃると思います。だいたい 99.9% の方はそうだよ、僕も私もこの支援をしたかったんだよ、ポイント目的じゃなかったんだけど、いやついてきちゃったんだよねっていうね、そういう方が結構多いと思います。楽天モバイルの目的としても、契約者数の増加、ね、これの協力のお礼をくれるわけです。そして、1万円の寄付をね、してくれるよということなんです。これは人助けにつながることなんです、ね、はい、頑張ろう、ね、ノットハットの皆さん頑張ろう、ね、署名活動と一緒、一人5署名までできるよってことなんです。おそらくね、今回宮崎の被害もねあるだろうから、三木谷会長はそこも追加するはずです、ね、1署名で5352ポイント誰でも簡単に、ね、ポイントをいただきながらね、この人助けをしたい、その人助けをしている人も今生活が苦しいんです。だから楽天モバイル三木谷会長はね、この5352ポイント支援してくれるんです。生活支援してくれるんです。ありがたいじゃん。ということは楽天モバイルは1回線入ってくれた方に、その方に
経済支援として5352ポイントくれて、そして、この寄付でも1万円してくれる。だから寄付した人も支援してもらえる。本当に丸く収まるお話だね。素晴らしいお話だと思っておじいは感動しました。でこれが5352円のキャッシュバックだったら意味がないんです、ね、5352ポイントだからこそ楽天経済圏を使ってこのお金が循環するんです。これはね、だからこの循環することが売り上げにもつながるんです、ね、もちろん自動車税を払ってもいいです、ね、市県民税を払ってもいいです、消費税を払ってもいいです、健康保険料を払ってもいいです、年金を払ってもいいです、何に使ってもいいんです、ガソリン代で使ってもいいんです、食費で使ってもいいんです、ね、楽天モバイルでまずいお茶まずいコーヒーを買ってもいいんです、ね、元気なおじいは今年くっそまずいコーヒー騙されて楽天モバイルから買ってしまいました。2キロ買ってまだ1キロ半3袋まだね開封してないです。1袋まだ割ってない、ね、去年はまずいね宇治田原製茶のね騙し物を買わされてしまいました、ね、とてつもなく大きな被害だったです、ね、1万円といくらだっけ修正なんでね、うん、本当1万4、5000円分ぐらい損したんだけどもね、まあ、今回はその中のほんのちょっとだけでもね、ペイできるかなっていうそう考えです、ね、まあ、完全にペイするためにはねあともう2回戦ぐらいね、ちょうど今ポポ2回戦あるんだよね、うん、はい、そういうことで投資金額も安いね、1081円かける8、8648円でNISAよりも安心確実にお手元の資産が増えるということになります。8648円をね銀行に預けても1円にもならないです、ね、そんなわけでそうだねおじい、これすごくいいことだね、自分も支援してもらえて困った人も支援して楽天モバイルも数字が増えて、いやもう三つどもえでウィンウィンウィンの関係なんだねおじい分かったよって方はこの動画の説明欄にね、こうやって書いてあるので、ね、説明欄見てくださいね。あの元気なおじいのアフィリエイトがあるのでね、これを踏んづけていただいて、乗り換えをしていただければおじいも助かります。そういうことでね、皆さん人助けをしませんかのお話でした、ね、本当もう皆さんのこの両親、ね、どちらでもいいんです。元気なおじいはこちらを選びました。これを見てる皆さんはどちらを選びますか。皆さんからのコメントお待ちしております。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。